ドイツポスト社が発行したアルフレートとグスタフの記念切手グスタフ,フ・フェリックス・フラトーはドイツの体操選手である。1896年に開催されたアテネオリンピックの体操競技で平行棒団体競技と鉄棒団体競技においてドイツ代表チームの一員として金メダル2個を獲得している。しかし、ホロコーストの犠牲となって1945年に死去した。 ドイツ帝国西プロイセンベレントで生まれ1892年にベルリンへ転居した5歳年長のいとこで1896年のアテネオリンピックの体操競技で合計4個のメダルを獲得したアルフレート・フラトーほどには才能に恵まれていなかったがアルフレートと同様に体操競技の他に自転車競技選手としても活躍しアテネオリンピックでは おそらくいくつかの自転車競技にペースメーカーとして参加したと推定されている。本業の体操競技においては個人競技でのメダル獲得は果たせなかったが、ドイツ代表チームの一員として鉄棒団体競技と平行棒団体競技で金メダルを獲得することができた。アテネオ,オリンピックの次のパリオリンピックでも体操競技に参加し、個人総合で102位の成績を残している。 後にフラトは1899年に設立した、繊維会社の経営に専念するため、現役を退いた。ユダヤ人だった、フラトは、国家社会主義ドイツ労働者等が、ドイツの政権を掌握した後、反ユダヤ主義による迫害から逃れるために1933年に、オランダへ移住した。ドイツがオランダを侵略した後も、1943年まで、オランダ国内で、 先行生活を続けていた。しかし、オランダやドイツの体操連盟の首脳陣の抗議と単眼にもかかわらず、1943年12月31日に、彼は逮捕されて、翌1944年1月に、テレジエンシュタット強制収容所に移送された。1年も経たないうちに、当時70歳になっていた。彼は合死することになった。 かつて鍛え上げられていた彼の体は体重約20キロにまで衰弱しきっていた。その後、1986年になって、ジャーナリストが強制収容所近くに埋葬されていた彼の棺を発見した。なお、死後のグスタフについては、重慶アルフレートと共に、ベルリン市内の通りの名、フラタワリーやクロイツベルクのフラトをスポートハリーの記念学。 ドイツポスト社発行の近代オリンピック100年、記念切手、ドイツ体操連盟によるフラトー賞の創設など、いろいろな形で検証を受けている。平行棒団体競技は、ドイツ代表と地元ギリシャ代表2チームの合計3チーム63人の選手で争われた。ジムナスティックスアットザ1896ラナ、サマーゲームズ、メンズパラレルバーズ、 チームズ鉄棒団体競技に参加したのは、ドイツ代表の11選手のみだった。ジムナスティックス・アット・ザ・1896・ラナ、サマー・ゲームズ・メンズ・ホリゾンタル・バー、チームズ1896年のアテネオリンピックでは、金メダルはなく、優勝者には銀メダルが贈呈されていたが、獲得メダルの表示及び、本文の表現は便宜上、第2回以降と同様のものを用いている。 パリオリンピックでの体操個人総合競技には135人の選手が参加している。ジムナスティックス・アット・ザ・1900パリ・サマー・ゲームズ・メンズ・インディビジュアル・オール・アラウンド・アーカイブ2010年4月9日、ウェイバック・マシン・テレージ・エンシュタット強制収容所では、彼が移送される前の1942年に、いとこのアルフレートが死去している。ありがとうございます。